はい、Fusion 360 の、拡張機能と呼ばれるエクステンションの機能のご紹介になります。Fusion 360では、複数あるエクステンションの機能の中の、今回は CAM の機能に特化した、マシニングエクステンションについてご紹介していきたいと思います。このマシニングエクステンションに関してなんですけども、どのエクステンションも同じなんですけども、どういった方がご利用可能かというと、Fusion 360の商用ライセンスをお持ちの方が、ご利用いただけるという形になります。で、今回このマシニングエクステンションは先ほどもお伝えした通り、CAM の機能にフォーカスした、追加機能がご利用いただけるという形になります。どういったメリットがあるのかというところなんですけども、ハイエンドの CAM ソフトで使えるような加工パスですね、そちらの機能を低コストでご利用いただくということが可能になります。で、あと、追加のダウンロードとか、あとはインストールですとか、あとはシリアルナンバーが必要になるとか、そういったようなものは一切不要になりまして、もうすぐにご利用いただけるという形になります。で、あと実際にですね、この機能を使ってみてからの購入検討をしたいという場合ですね、7日間ですね、の体験オプションがございますので、ぜひこちらを活用していただいて、使えるのか使えないのか、ご判断いただいてご購入まで検討していただくといいかなというふうに思います。で、最後に、こちらのエクステンション機能なんですけども、サブスクリプション購入ができます。期間を、設定した購入ができるというような形になっております。ここにも書いてあります通り、1日25クラウドクレジットというような形での、ご購入ができます。このクラウドクレジットっていうのが何なのかっていうところなんですけども、オートデスクの、製品でクラウドを、ご利用なさる場合ですね、このクラウドクレジットという、オートデスク内での通貨単位というふうに思っていただくといいかなというところなんですけども、こちらの25ポイント分が、1日ご利用する場合は、消費がされますというところです。30日の場合は200クラウドクレジットというような形になっております。じゃあこれ1日どれぐらいのお金に換算されるのかなというところなんですけども、大体ですね、1クラウドクレジットが170円ぐらいというふうに思っていただくといいかなというところで、例えば1日の25クラウドクレジットの場合ですと、大体4000円ちょっとぐらいで、これからご紹介するマシニングエクステンションのすべての機能をご利用いただけるという形になります。で、このクラウドクレジット毎回消費していくっていうところが、心配だって言ったところの方はですね、1年単位でご購入していただくということも可能になっております。26万9500円、税込み価格で1年間マシニングエクステンションをご利用いただけるというような形になっております。はい。じゃあ、このマシニングエクステンションですね、どういうような、形でご利用いただけるのかっていうところをちょっと簡単な、形でご紹介していきたいんですけども、まず Fusion 360の CAM の機能ですね。2.5 軸から5軸までといったようなところとか、切断の機能ですね、プラズマ、ウォータージェット、レーザーといったようなところに対応してますというところなんですが、今右側にイメージが出てますけども、2軸加工、3軸加工、ドリル、複合軸といったような、それぞれの加工方法でですね、対応できるパスを今ご覧いただいているような形ですね。実はもうこの中にマシニングエクステンションの機能が実はもう追加されているような状態になっています。ですので、標準機能の中にマシニングエクステンションを購入していただくと、このような形で今赤枠で表示したようなエクステンションの機能が追加されてくるといったところです。じゃあ今ご覧いただいてた3つだけが活用できるのかというとそうではなくて、マシニングエクステンションの中には全部で8つですね、8個の機能がご利用いただけるという形になっております。最初に、誤軸及び衝突回避、こちらの機能に関してご説明しますと、三軸加工パスを元にして、シャフトですとかホルダーの、誤軸の回避行動を自動で行う機能ということになっております。ですので、1回のセットアップで、より部品のですね、より多くの領域を加工するといったようなことができるようになる。こういったメリットがあるかと思います。で、2つ目、急斜面と緩斜面の加工法ということで、ご自身でですね、角度の敷地を設定していただくことによって、急斜面領域、緩斜面領域を単一のツールパスで生成するという機能になっております。
で次に、穴認識の機能です。これも非常に便利な機能になるわけなんですけども、例えば複数の K の穴をですね、自動認識して、工具選択から加工パスまで自動生成してくれるという機能になっております。で次に回転加工法。こちらは同時四軸向けの回転加工法を使用して、複雑な形状をですね、加工を行えるという機能になっております。でここから3つ、ちょっとプローブの機能をご紹介になっていくわけなんですけども、最初にパーツの位置合わせということなんですが、CAD の形状と、あと現実に加工し終わった形状の位置合わせをするための、情報を採取する。そういった、機能になっております。例えば、後工程でですね、加工ツールパスを、加工しなきゃいけないような、ここで言うと、文字なんかを加工しなきゃいけないという場合に、一旦加工したものの位置合わせを、最適化するといったような機能になっております。で次に、サーフェイス検査法ということで、こちらは加工後の、形状検査ですね、実際に加工したものの形状検査を行うといったようなですね、CAD モデルと実際に加工したモデルとの比較を行える機能という形になっております。なので、実際にですね、加工したモデルが設計要件を満たしているのかどうかといったような確認ができるかなというところになります。次に形状プローブということで、ここは、加工し終わった形状に対しての平面ですとか、円筒など複数の情報からですね、得られるジオメトリー検査を行う機能ですね、実際に正しく加工がされているのかどうかといったような情報なんかを確認できるかと思います。はい。で、最後にツールパストリムということで、こちらはですね、実際、もう最初に設定したツールパスをですね、加工を編集したいといった場合ですね、こちらはツールパスの修正時に選択したエリアをですね、削除するといったような修正をダイレクトに行える機能になっております。ポイントを配置して、そのポイントを配置したエリアの外側、内側を維持するのかどうかといったような、設定が行えますというところですね。はい。ということで、ご覧いただきました通り、ハイエンドキャムソフトでですね、利用可能な加工パスやプローブ機能が Fusion 360で非常にリーズナブルにご利用いただけるという機能になっております。例えばもう実際に今ですね、皆様、ハイエンドキャムを使っているお客様もいらっしゃると思います。で、ハイエンドキャムの中でたまに、利用するですね、加工パスなんかを使うために高額なライセンス費用ですとか、保守費用を払っているということであれば、ぜひ一度ですね、Fusion 360 のマシニングエクステンションで、御社の ご業務がですね、どこまでできるのか確認していただければというふうに思います。その結果、既存の設計フローを見直して、コストの削減に結びつくというのであれば、Fusion 360 を選んでいただくメリットになるかなというふうに思います。はい。で、詳細に関しまして、もっと詳しく、見てみたいということであれば、こちら 0800-080-4228、こちらの方までご連絡いただければと思います。ありがとうございました。